それではこれから2022年度の筑波大学理工学の数学類解説授業科目計算基数学1の授業を始めたいと思います。今年度この授業を担当します数理物質系数学1のテリーです。よろしくお願いいたします。でまずこの計算基数学1の授業の資料を紹介いたしますと、これは酒井光先生によります計算基数学1講義ノートに沿って進めていきます。それからこちらの画面にあります授業サポートページで随時その授業の内容についてまとめていきます。でまずこの授業の内容について紹介したいと思います。で計算基数学という言葉もですね、ある意味抽象的な言葉でして、で状況によっていろいろな異なる意味を持つ場合がありますけれども、この授業における計算基数学としては、計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を取り扱うことにします。数学、普通の数学の定義ほど厳密ではありませんので、その辺気楽に聞いてください。で次にこの授業で学ぶその計算基数学の特徴をいくつか紹介しておきます。まず一つ目は代数的なものですね。主にその加減乗除、数や多項式の加減乗除ですとか、それから代数的な整数に基づく計算を対象とします。で次に、構成的な取り扱い方をします。数学ですと数学的な対象の性質をですね、いろいろ示すということに主眼が置かれております。一方でここの授業で学ぶ計算基数学はその数学的な正しさももちろんなんですけれども、ある目的のものを具体的に計算すると計算する手順も伴うということで、そうした手順を構築することも学びます。この計算手順のことっていうのは以後ですね、アルゴリズムという言葉で出てきます。で、3つ目として実際的な数学を扱うという点が挙げられます。これは先ほども申しましたが、その数学的な理論的な正しさに加えて、その実際に何かを計算するということを目的にしておりますので、効率も重視します。でそしてその上で実際にそのある目的とする計算手順をですね、計算機上で動作させることを念頭に置いた考察を行っていきます。以上がこの授業で学ぶ計算基数学の主な特徴です。さて、でテキストの方を見てみますと、まず4ページからなんですけれども、その準備段階としてその記法などとかですね、いろいろ書かれているかと思います。でそれから、そうですね、4ページからですと、その数やその集合とか集合や関数とかですね、それから行列とベクトルやその成分ということで、若干その皆さんこれまでに数学類の授業で学んだ教科書とは異なる記法のものもあるかもしれませんが、適宜その読み替えていってもらえればよろしいかと思います。それからあと、テキストの7ページにはアルゴリズムの記法というのが書かれておりますけれども、このアルゴリズムの書き方の詳しい書き方についてはまた後で改めてこの時間を取って説明します。ので、とりあえず今回はスキップして行います。ということで今回はですね、テキストの8ページからいきますけれども、今回の内容は以下の通りです。まずコンピューターの基本構成の紹介、それからそれに基づいてコンピューターの内部の紹介をします。最後にそのコンピューターの構成の中でそのメモリー、出力装置に関することについて若干の補足をしていきたいと思います。はい、大体ここまでがイントロダクションですけど、何か質問などありますでしょうか。はい、それではまず最初にですね、コンピューターの基本構成の話から進めていきたいと思います。でテキストの8ページにありますように、その計算機を構成する主な装置というのがいくつかあります。でまず順に挙げていきますと、中央処理装置、出力装置、外部記憶装置、入出力装置と呼ばれる、その構成する装置がですね、ありますので、まずそれをちょっと主に1個ずつ紹介していきましょう。
まず最初に挙げますのは中央処理装置ですね。英語ですとセントラルプロセスユニットで、頭文字を CPU と呼ばれます。で、まあ、これはコンピューターの、まあ、頭脳にあたる部分ですね。で、この CPU、以後 CPU と言いますけれども、この CPU は、さらに細かく分けると、演算装置と制御装置という2つの装置から構成されています。で、演算装置は、数値の演算ですね、加減乗除といった数値の演算とか、それから論理演算、まあ、括とかまたはとか、そういう処理ですね、そういった処理を行うものです。で、制御装置の方は、その計算機全体の動作を制御する部分で、まあ、ちょっと細かい話はここはまだあまり触れなくてもいいか、よろしいかと思います。以上が CPU ですね。で、次に2つ目に挙げるのが主記憶装置、メモリーという部分でして、まあ、これは我々人間の記憶の部分にも対応するかと思います。で、この主記憶装置に関しては、記憶や呼び出しの速さというのは比較的速い一方で、その電源を切ると内容が消えるものが多いです。で、例えばパソコンでですね、こうワードで何か文章を編集していたときに、突然ブチッとパソコンを切っちゃったとかですね、あるいは停電で消えちゃったとかっていうことになると、そのいわゆる保存ということをやってない、保存という操作をやってないところは消えてしまいますね。で、これは、ワードで途中編集して途中の内容が、この主記憶装置に、とどまったまま電源が切られたので、そこから内容が消えてしまったということを意味するわけです。で、なお、最近ですと、電源を切っても内容がこう消えないメモリというのもあったりしてですね、ちょっと、これ、次に述べる外部記憶装置とのこう住み分けが曖昧になっている場合がありますが、まあ、基本的に主記憶装置は、電源を切ると内容が消えると。ものであるというふうに思ってもらって構わないと思います。次に挙げますのが、その外部記憶装置ですね。で、これは、その、記憶や読み出しの速さというのは、主記憶装置に比べると遅いのですけれども、電源を切っても内容が消えないという、利点もあります。で、昔はですね、外部記憶装置というと、フロッピーディスクとか光磁気ディスクというものが、使われておりました。まあ、現在、皆さんが知っている、外部記憶装置は、例えば USB メモリーですとか、メモリーカードといったものが挙げられるかと思います。ちなみに、この容量に関して注目していただきますと、昔のフロッピーディスクとか光磁気ディスクっていうのは単位がメガバイトなんですね。後でお見せしますけど、フロッピーディスクっていうのは大体1枚1メガバイトの記憶容量だったんですけれども、今の世の中、なんか情報を扱うときに1メガバイトの容量ではほぼ何もできないことはほぼ自明だと思いますね。まあ、そういう、逆に今はですね、こうギガが減るとか言って、こうギガという言葉が皆さんの生活の中にも浸透していると思いますが、まあ、そういう感じでこう記憶容量の単位もだいぶ時代とともに変わっていっています。はい、で次に、装置として挙げられるのが入力装置。これは外部から何らかのデータを入力するというもので、まあ、広い意味での入力としますと、例えばキーボードですね。キーボードで人間が叩いた情報を文字情報に変えるとか、それからマウスでこう人間が動かした操作に従って、こうコンピューター内の画面上の座標の位置を特定するとか、まあ、そういったものも入力装置として捉えることができます。で、出力装置は逆にですね、その計算機から何らかのデータを出力すると。例えば、モニターですね、画面にこう文字を表示するというのもデータの出力の一種です。それから、まあ、プリンターによって文字を印刷したりするといったことも、まあ、出力装置となります。はい、ここまでがその計算機を構成する主な装置の紹介ですけれども、ここまで何か質問ございますでしょうか。はい、それではこれからですね、コンピューターの内部の紹介をしたいと思いますけれども、今日は実際に計算機をここに持ってきましたので、今挙げましたそのスライドで挙げました各装置をですね、実物をちょっとお見せしながら紹介していきたいと思います。じゃちょっと切り替えますので少しお待ちください。